ザ・ブラック・ベルズはアメリカのガールズ・モス・バンドである。ジャック・ホワイトによるプロデュースで彼のレーベル、サードマン・レコーズに所属している。元メンバーザ・ブラック・ベルズは2009年に当初はエリン・ベルを含めたメンバーで結成された。ベーシストのルビー・ロジャーズは彼女はスタジオで我々を助けてくれました。私たちは誰かのより一層の手助けを必要としました。 彼女はモデルでもあり、彼女のスケジュールはうまく合いませんでした。私たちは多くの人にそのことを全く伝えていません。彼女らはサードマンレコーズとすぐに契約し、エルビラ・ホワット・キャン、アイ・ドゥー、それとステッペン・カルバートと共に、シャーレームの3枚のシングルをリリースした。彼女らとサードマンレコーズとの始まりに関して、オリビアジーンは言う、私はレコーディングを行い、 ジャックに提供しました。大部分はインストゥルメンタルでしたが、それは様々なプロジェクトを始めるための出発点でした。私はそれを自分自身のために行いましたが、私は何のライブ演奏も行いませんでした。なぜなら、私はバンドを持っていなかったからです。しかし、ある時私たちは皆出会いました。心から協力し、考えを共有し合えるともに、私たちは共に、 多くの仕事を抱え、多くのアイデアを投げ合いました2011年に、彼女らはセルフタイトルのデビューアルバムと、そのアルバムに収録されている2つのシングル、ホンキー・トンク・ホラーと、ウィッシング・ウェルをリリースした。このアルバムは、ジャック・ホワイトのプロデュースで、数ヶ月にわたるレコーディングを行った。ロジャースは言う、私たちはそれを本当に早くやった、本当に早いレコーディングだった。 ありがとうございます。